はい、作田さん、はい。お久しぶりです。こんばんは。こんばんは。久しぶりです。2人でなんか話すのって久しぶりだよね、結構。うん。いつぶりだ？いつぶりだ？マジで。久しぶりだよね。まず、ディスコード自体メンバーで集まってなかったから、もう4ヶ月くらい。そうね。4、5ヶ月集まってなかったから、久しぶりに、メンバーとあ話せれ？て嬉しいよ、俺は。3 月だよね。3月。あ、もう8ね。月なんで5ヶ月ですね。ああね。あ、やべ、死に忙そう。しいもんね、みんな。忙しいね。そう、マジで忙しいね。忙しい。今日たまたま都合があった2人で撮っております呼び出されました。す。おい、ちょっと来いやと言って呼び出しました。俺は寝てっつってのに。まだ10時じゃん。ちょっと俺がマイクの接続が悪くて、ちょっと強引に10時っ始めたけど。てお前、俺6連勤してあれよ。1日休んで2日行ってまた1日休みだよ。変わった。やばいよね。変わってるね。で、何すんの今いや、何も決めてない日。よ。何も決めてないよ、今日何す今んの日は。今日何なのこれ。雑談動画でただの。雑談？最お近前あっいいたけこどとの話さ。だよな。あ、はいはい。たわいもない会話だよ。仕事しかしてないからな、最近。まあ、社畜だからね。仕事しててくらいしか最ないか。近仕事してるからな。なんだまあろうそうな。だ。ちょ、あ、最近近いうあっちたこと？に、近いうちにね、ついにでもないか。SP プロジェクトのチャンネルで前上げてたコナンの動画を馬のチャンネルで上げることになりました。あれです。あれ？いにしえの？いにしえの、もう何年前だろう。あれ続き撮りたいもん、俺だって、むしろ。あれさ、あれなんか消されなかった？なんかね、著作権の違反で消されたんで、一回スピードチャンネだルよで。ね。消されたそよね、あれで、れ。別になんか著作権違反したというわけじゃなくて、なんな、あか、れは、なんなの？あれは結局。ムなんービーだったシーンがダメだったみたいで、の？へぇ。ムービーでアニメーションが流れるシーンあったじゃん。あそこはいでもはいコナはい。ンの著作権に引っかかったらしくて、はあ、ダメなんだ、やっぱり。うん、ダメなんだと思って、SP のチャンネルでは全て非公開にしたんですけど、じゃあこの動画、このゲームの動画上げてる人はどうしてんだろうと思って調べたら、みんな普通に投稿できてんのよ。あれか、ムービーシーンカットしてんのいか。や、ムービーシーンはカットしてなくて、してないの？してない。俺らと同なんじで？と、同じ感じ動画なのに、普通に公開されてたから。へえ、どういうことだい？だから多分、俺らが早すぎたんだったと思う。俺らなのるほど。動画は、俺らが撮ったよりも後に撮られた、なんで、ここ1、2年の動画だから、多分、昔はダメだったんだと思う。ムービーシーンが。昔はね。俺らが上げてた5年、4、5年前は。だけど、今はいいのかなと思って、寛容になったのかなと思って。もうさらっと4、5年前って言ってるけど、マジか。マジだよ。まあ、その4、5年、あ、でも4年くらい前だと思う、多分あれは。マジ？マジで言ってる？って感じなんだけど。マちょっと衝撃よ。ちょっと衝撃よ。そんな経っちゃった。ジ。経 っちゃった。マジか。なんで。え、もう全部ぶっ飛んだんだけど。おいお全部ぶっ飛んいおい。だんだけど。え、マジで？マそんジな経っで。た？撮った。やば。俺ら怖っ。ね、俺と迫田さんのコンビね、結構動画一時期撮ってた時あって、週一で集まって撮ってたんですよ。まあ、撮ってたね、確かにね。なんだけど、ほとんどのゲームが全部途中打ち切りになってんですよね。ねえ。録画が、ファイルが消えたとか、音声が呪入っわてれなてかっるよたな。とか、それでサルゲッチとか絶対絶命都市とかさ、呪われてるよ打ち切りにな、なっなんてかんちょいちょい。で、で、今このご時世だし、コロナで集まれないし、なんかそれお互い忙しくて、ディスコードの画面共有での動画も撮れないし、ってな状況なんですよ。なるほどね。そう。そういう状況なのね。そうなんですよ。やべつんだ。だから、というか、コロナにな、コロナ禍始まると思わなかったからね。そうだね。
時はね。もうコロナ1年半くらい経ちますけど、流行してから。ねえ、びっくりよね。すごい長引いてるところがどんどん悪化してますからね、世間的には。ねえ。あ、待って。コロナの話すると、ちょっと、ダメか。ダメか、消されるか。終わる。ちょっと、終わる。あれ、お前収益化してたんだっけ？収益化してるんだけど、してんのお前。してるよ、収益稼いでるよ。稼いでんの ?YouTube で。あ、マジで無職だと思ってた。無職じゃねえよ。無職じゃねえの仕事もしてるし、マジで。もうさ、もうさ、知り合いで無職が多すぎて。今の現代日本だよ、これが。あの。まあ、仕事の話とかしないもんね、あんまり。普段。ああ、しないね。いや。まあ、話すと。あの、やめとこうか。やめとこうか。話したくないね。まあ、お互い仕事は知ってると。知ってるね。で、俺は仕事と YouTube を頑張って両立してるという感じです。もうね、もうね、もう、うん。仲いいやつ、無職やつだ。なんか、せちがらいなって思って。せちがらいなって思いながら過ごしてるから。そうだね。俺も周りが次々辞めてってるよ。マジで？え、マジで？やばくない？まあ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 、まあ、会社の話はやめようか。やめようか。この話はやめようか。仕事とコーナーの話は食べるとか。仕事とコーナーの話は食べるとかやめとこう。やめとこう。なんだっけ何の話だっけどこの話だっけそう ?YouTube の収益に。あ、そうそうそう。関わるからね。なるほどね。はいはいはい。コーナーは了解。了解了解。了解了解。やりましょう。何の話するね、コナンの話もとそう。あ、そうね。シナリオ1とシナリオ2があって、ただシナリオ1をクリアしたんですよ、2人で。なんか俺さ、高木楓に似てるってとこしか覚えてないんだよ。そうそうそう。あるキャラが。いる。編集で回っちゃったもん、また。ね。あれし、あれくらいしか俺覚えてないんだよな。それ2章だね。あれ2章か。そう。それ2章というかシナリオ2なんだけど、おシナリオ1とシナリオ2は全く別の話だから繋がってないのよ話は繋がってねえんだ、うん、繋がってなかったんだあれでシナリオ2を途中がほんと序盤もやったんだけどうんゲームオーバーになっちゃってそのまま収録が終わってその後再収録してなかったんでそうだっけ割と序盤だったんだよへぇ、だからどうせなら、通るとしたら、シナリオ2の最初から撮ろうかなとは考えて、都合があるんじゃないの、うんうんうん、それはどうまた、やる気はある俺がそうやって。やる気あるよ、やる気は。まあ、時間があれだけどね。時間よ、時間はさ、さっきも言ったけど、俺もう変な休みだからさ。そうだね。ね。まあ、それは、時間の話はお湯で話しましょう。まあまあまあ、およいね。おいおい、まあまあやる気はあるよ、やる気は。俺ももうワクチン2回打ったしさ、これで。俺まだ打ってねえんだよな。まあ、俺は縁があったから早く打ってたんだけど。ああ、いいじゃん。まあでも自治体によっては。ああ、ね、俺いつ打ってんだろうな。まあそれは住んでる地域になりますけど。ピエン。ピエン超えてパオン。はははは。それ去年もしかして。何がピエンってさ、去年流行ったっけピエン去年だよ。あれ去年。去年だよ。あれ去年か。ピエン。あれもう去年なのか。うん、え、あれ、ちょっと時の流れ怖くなっちゃった。鬼滅は、鬼滅。去年は映画が流行って、アニメはおととしでしょそうね。うん、マジ？いやー、時の流れは早い。マジで言ってますか？怖っ。は？怖っ。泣くよ。泣かないで。泣くよ。もうほんと、いつの間にか8月だし、なんなら。そうだね。あっという間でもう、あと今年4ヶ月でしかないよ。やば。やば。あ、そうだ、迫田さん。
少し早いけど誕生日おめでとうございます。あざーす。今月だよね、8月31日だよね、確か。30日ですね。30日だったか、ごめん。ありがとう、30日ですね。ということで、30日ですね。迫田さん記念、迫田さん生誕記念スペシャルでもあるから、今回は。あれじゃ、思いっきり俺を今寝ながら喋ってんだけど。寝転びながらタブレットで喋ってんだけど。いや、お疲れ様です。もうね。眠い？いや、眠くはないんだよ、別に。うん、パソコンをかれこれ4ヶ月ほど起動してないので。ああ。3、4ヶ月起動してないから、アップデートが怖くて、アップデートでいいや、タブレットでやってたよ。なるほどね。もうね。あ、そう、ごめん、最近の話あったわ。何？機種変した。機種変したスマホ？そんなことさ、前まで iPhone だっけ？ Android？ いや、ずっと Android。Android か、俺と一緒だ。前まで Galaxy の S9 Plus 使ってて、うん、なんか、唐突に画面が点滅し始めたから。ああ、まあ、機械っていつ壊れるんじゃないかね。その状態で3日間仕事欲しい。ああ、すごい、過ごしたんだ。頑張ったな。そう、ほら、今さ、ドコモなんだけど、いつも使ってる店が。うん、ドコモショップって、やっぱ予約しないといけないじゃん。ああ、そうだね。今。で、まあ、次の休みが3日後だったから、3日後の予約して、ずっとその状態で仕事して。偉い。で、まあ、Xperia の、5、マーク2だったかな、これ。なんだったかな。まあ、なんか、割と新しめのにしたんすよ。へえ、いいね。俺も、いいよ。もう2年くらい経つからさ、スマホ。操作新しくしたいんだよね。ああ、いいんじゃない、うん、でも2年か。2年って割と、2年で買えるの割と早いんじゃない、そうかな。ああ、でもそうでもない、うん、あら、俺4年くらいで大体帰ってくからな。よく大切に使うタイプだ。この前まで使ってたスマホは、好きなゲーム、デレステが対応しなくなっちゃってさ。あ、そうなの？それで急いで今のスマホに変えたんだよ。あ、そうなんだ。うん、だから、結構型が古くなると、最新のゲームのアップデートで遊びなくなるから、それが、ああ。なるほどね。うん、てか、デレステ久しぶりに聞いたな、俺。俺も最近、増えていいかの SSD が出て、6周目の。それで、出たんだ。充電ヒーター出たわ。充電1回で。お、いいじゃん。0.04% 引き上げてて。おー、ええやんけ。それも動画に出したんだけどさ。マスカ。出したんだ。300円分用意したんだよ、充電7万5000個。かかってこいやーと聞き込んだ充電で出ちゃって、あと290円できるんですよ今。すげえ、もうわけわかんねえよ。でもね、なでも SSD あれ出たらもう満足しちゃってさ、全然それ以降しちゃったんだ。満足しちゃって。なるほどね。あー、でもなんか、そういうのあるよな。うん、なんだろうな、そういう現象あるよね。うん。何なんでしょうか。あ、やべ、ミスった。まあいいや。ちょっと水分補給したいんですよ。これ最近。飲み物持ってきていいですか。ダメです。ねえ、で、死んじゃう。喉乾いて死んじゃう。干からびる。しょうがねえなぁ。行け。30秒間、迫田さんのフリートークをお聞きください。どうぞ。放送事故しかなんねえぞ。おい、マジかよ。しょうがねえな。でもなぁ、30秒話すことないよ。どうしろ、え？マジで言ってる？ 30 秒か。30秒って長いのか短いのかわかんないね。
ほら、もう独り言。もう、だんだんおっさんになってきたな。まあ、おっさんって年でもないけどさ。いや、おっさんなのかな。いや、まだおっさんじゃないでしょう。あ、でも、中学生とか高校生からしたらおっさんってなっちゃうのかな。嫌だはい、な。戻ってきました。戻ってきました。あ、もういい。もう大丈夫です大丈夫か？です。ありがとうございます。よいただきし。ます。あ、俺もお茶飲もう。私はちょっとレモンよっ飲こいしょ。みを。酒かい。ああ、うまい。レモン飲みああ、うを。まい。紅茶うまいわ。紅茶ってさ、よいしょ。飲んで大丈夫なの？なんでしょう。カフェイン入ってんじゃん。何が？俺カフェイン取ってるのおお。夜飲めないんだよね。ええー、そうなんだ。夜飲め、飲め、飲もうと思えば飲めんだけど、夜寝なくなっちゃうのよ。おお。ええー。結構もうそういうがっつり飲ん人、でるよ、俺。寝る人は寝るんだけど、寝ない人は寝ないんだよね、おお。カフェインで。ええー。だからモンスターとかは朝動画撮るときに飲んでる。早朝早く起きて。なるほどね。だからコーヒーとかも午前とか飲むし、午後の紅茶とかおも午前中とか昼間飲むし、コーラー。もええー。休みの日に昼間飲むし、もう夕方あ、で3も。時以降過ぎると寝なくなっちゃうんですよね、俺。ええー、マジで。うん。も結う構ガそブガれ、ブ飲んでんだ。俺のおかんもそうでさ、多分遺伝なんだろうね。ええー。おとあ、んかはも大丈夫ね。なんだけど、おとんは普通に夜とかコーヒー飲んでも寝る人なんだけど、どうしても寝なくなってさ、目が冴えちゃって。遺大伝丈夫かだった、ね。迫田さん。俺大丈夫だね。ちなみにこのカフェイン取ると夜寝れないって情報は本邦初公開でございます。YouTube で言ったことがない、このことは。まあ、言うほどの情報でもないな。今の情報でもないね。ああ、鼻くそほじって聞いていいよ。俺最近動画の最初にプシューって撮られたんだけど、モンスター開ける音で。モンスター開ける音でモンスター見まーすって飲んでるから、視聴者さんに心配されんのよ。カフェイン取りすぎじゃないですかって。それ心配はされるだろだうからよ。それは、ああ、つや飲みすぎだし、視聴者の皆さんに心配かけてんなと思って、最近ちょっとカフェインは控えてる。あ、控えてんだ。控あ、えて偉いる。ね。でも偉モいンスね。ターとかは、ゼロカロリーの飲んでるから、おお。まあ、まだ許してって言いたい。ちょっとは箱買いしてたんだけどさ、モンスターも。先月くいはい。らいまでは。なんだ箱け買いしてた。ど、それも今、在庫というか、なんていうんだろう。家にある分がなくなったから、新しいのを追加注文しようと思っても、ダメだったんだよね、やっぱ。ダメなんだ。また、毎日モンスターのことやっちゃうんだって考えると。モンスターね。体に悪いしね。モンスターよく飲めるねって感じなんだけど。飲めないの？サボさん逆に。なんだっけな。普通のはちょっと苦手なの。緑のやつね。その黒と緑の。そう。そう。で、なんだったかな、あれ。名前忘れちゃったんだけどさ。色でいいよ、色。赤いやつ？キューバリフでスーパーコーラだそう。ね。それはね、飲めんの。あれ、コーラの味に似てるもんね。あれだけね、飲めるんですよ。いや、むしろあれを最近コンビニとかで見ないんだけど。そう、見ないよね。もうなくなっちゃったかな。なんか、一時期結構あったんだけど、今ないしさ。俺は、あれしか飲めない。そうかあそうか。れ、そう。まあ、そもそも、そんな飲まないしな。俺むしろ紅茶とかコーヒー飲まないわ、あんまし。なるほどね。そうね。言われてみれば、確かにあんまり、人生でそこまで飲んだことないかもな。そうか、やっぱ。いわゆるエナジードリンク。まあ、普通の人は飲まないよ。あんなの、だよ。社畜か、
高先生しか飲めないから。そんなんでいいのか。そんなんでいい。お前、ええんか、それで。ダメ、ダメだった。お前、今、失言だった。いや、失言じゃない。あ、ああ、炎上だ、炎上だ。炎上だ、炎上だ。ああ、知られ。知られ、知られ。ああ、知られ、知られ。ああ、俺関係ない。ああ、俺関係ないから。俺関係ない。ああ、俺関係ない、もう。逮捕、逮捕。あれだよ。あれだ、あれだ、スーツ着てさ。スーツでサムネでさ、スーツ着てるサムネでさ、そう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 、やんなきゃ。やんなきゃ。怒られるな、これ、ほんと。俺悪くないですから。さこださん、俺じゃないんで。さこださんに言われてやられました。俺じゃないんで。俺じゃないんで。その場にいた監督責任でしょ。この野郎これやりやがったのこの野郎貴様監督責任で坂田さんも一緒に並んでスーツで今リモートで撮るか取材動画スーツ着ていや構わんよ構わんよおうおう、構わんぞ、俺は。俺は一向に構わんぞ。やだよ、俺はやだよ。そんなんで有名になりたくねえよ。初リモート謝罪動画。今までしょうもねえ。今までにないし、今までにやるやつもいねえだろ。いないそう、温かい目で皆さん、見て守ってください。あ、そう、あのさ、あ、はいはい、あの最近の出来事だいぶ大きいものを思い出したんだけど、うん、どうした、あのサックス買った、買ったの、ついに買ったの、エアロサクソフォン、あれ電子ね、電子のやつね、あ、はい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 、電子サックス、まあ要はいろん、まあ多少いろんな音を出せるやつ、うわ、かっけー、かっけー、買ったんすよ。買ったというか、まあ、買ったんすよ。買った。スムーズに走ろうとしたけどやめたわ。サックスかっけーな。まあまあまあ。かっけーな。まあ、買ったんすよ。いいな。あの、店員さんのトークに乗せられて、買ってしまったんですよ。へー。いいな。楽器できる人羨ましいな。俺、何もできねえからさ、楽器。ああ、マジ？リコーダーとカスタネットしかできねえわ。ああ、リコーダーはできる。まあ、リコーダー、まあ、鍵盤ハーモニカ。懐かしいよ。鍵盤ハーモニカ？鍵盤ハーモニカ。いつだよ。幼稚園からなのでは。俺幼稚園から使ってた。鍵盤ハーモニカ。ああ。懐かしすぎんだろう。いつですかもうって感じだったけど。最後にあれ吹いたの私小学生じゃない、小学生だね。中学やってないでしょ、中学やってない。小学校、ね、しかも低学年くらいじゃないの、中学年からリコーダーだからさ。だよね。もう吹いてないよ、それ以降。ってくらい楽器ができない俺は。マジか。ピアノとか弾くようになりたいな。ピアノね、昔はやれたけど、今多分覚えてないぞ俺。最近さ、結構ピアノ使う YouTuber って増えてんじゃん。だね。あとさ、テレビとかでも NHK とかでなんか、街中ピアノつって、街にピアノを置いて、その通行人が、通りすがりの人が弾いてる。番組とか あるね。あるね。そういうの見るとなんか憧れちゃうんだよね。おお。まあ、ああいうのって だいぶ前から、ほら、YouTube ではあったじゃん。あ、まあ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 、あった。割と。なんとか駅で、なんとかを弾いたら、そう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 、大歓声が、みたいな。そう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 。まあ、うまい。確かにうまいんだけどねって感じだけど。
ね、まあ、でもピアノとかもさ、そうなんで今、すかね。自分のマイピアノじゃないと嫌じゃん、なんか。もう、これって前提そうまなんだけど、触っちゃうあ、からさ、ピアノ。ああ。まあ、そうね。結局自分に合ってるやつ探して買った方がいいよだよね。自ね。うん。分専用のピアノでやった方が。そう。あ、単純に衛生的な問題で、嫌じゃね？嫌だ。でもピアノ高いしな。まあ、あれで、ピアノ中かキーボードっていいんじゃないですか？あ、キー休ボーみドのか。キーに。ボードもいいな。でも、楽譜読めことから勉強しないともう何年も音楽やってないからさ。ああ、マジ、そっから？楽譜を読むことからだ。マジか。そっからか、おそっからだよ。前。お前、そこからなのか。そっからだ。それはちょっと想定外だったな。でで、ちも、ょっと。だってさ、俺らの最うん。初の目標覚えてる？え。CD デビューだよ、CD デビュああ、寝言？ー。SP プロジェクト創始で一時に目標としたことですよ。もう5、6年経ってまだ実現できてないんで。まあ、歌は無理にしてもね。しかも、5、6年経つ間にもうサブスクがね、結構流行しちゃったから。ああ5、6ね。年前は CD であれだったけど、今はもう配信でを目指すご時世だからね。ねえ、っていうか、ね、サブスクがここまでなるとは思わなかったんだけどね。ここまで入れると思ってました？思ってないっす。思ってないですよね。マジでびっくりしたよね、サブスク。こんなに流行るんだ、これってなったよね。結構、ジョージとかも Spotify よく聞いてみたいでさ。おー。ああ、俺も、あれか、ドコモのやってるからな。ああ、そうなんだ。D ミュージックとか。俺はまあ、サッゲッカー見トたいタッからク。DAZN と Amazon プライムだね、あとは。ああ。ああ、ネ全ト部フリ入通じりサたブいスな。ク、あ、ネットフリ入りたい。ネトフリは入ってみたいんだよな。最近ネットフリの CM で結構気になる作品が多くてさ。そう。何個か見てみたいんだけどね。そう見てみたい。お、この映画面白そうと思ったね。ネットフリで配信中って書いてあるのが残ってたよね。ずるいわ、あれ。映画かと思ったね。ら、ネットフリ独占配信だからさ。あずとあれだるいよね。わ。ネトフリーオリジナルのアニメとかあるじゃん。あれ、ちょいちょい見たいやつあるからさ。いいなぁ。やりたいなねぁ。まあ、入ろうと思えば入れるんだけどね。え。まあね。入ろうと思えば入れるけど。入ろうと思えば入るけど、要は入ってないだけだから。金がね、月額がね、ネ結ト構フリする結んで構すよね、あれ。高いもんね。まあでも千何百円じゃない？あれ確ああ、か。そうか。アマゾンプライムおかしいんだよ。500円だからさ。まあでもアマプラは結局、なんか結構見れる期間が短かったりっていうのはあるんじゃない？ああ。最近忙しくてアマプラ見えてないからさ。ねえ、どうなんですか？どれがいいんですかって感じなんだけど。どれがいいんですか？何がいいんですかって感じ。わかんない。最近のアマゾンプライムわかんない、俺も。もう、とりあえずネトフリは入りたい。会いたい。ネトウィのバイオハザードが見たいんだよね。迫田さん、ゾンビ苦手だけどさ。まあ、気にはなるけどね。なんか、ミラージョコビッチだっけ？のやつじゃなくて、ゲームあれ、版見ないの、やつでしょ？そう、ゲーム版でしのょ？レオンとかでドしラょ？マ化というか、ゲーム版のバイオハザードの主人公に似た人が出てくる話だから、ネトフリのバイオハザード。普通に気になるから見たいんだ気よにね、な俺。る。それは。あれ、ネトフリ限定でさ、トランスフォーマーやってんだよね。へえ、ネトフリ限定なんだ。
トランスフォーマーシージってやつ、今やってて。ん。それ見たいんだよね。あと別にネットフリ限定ってわけじゃないけど、その昔ね、レゴブロックで、バイオニクルっていうシリーズがあったんですよ。で、俺それバイオニクルめちゃくちゃ好きだったのね。まあ今もうなくなっちゃったんだけど。それのアニメを、アニメがどうやらあるっぽいんですよ。ネットフリに。あ、絶対見てえって思っちゃっ住みて。たいね。もうそのためだけに入りたいって感じなんだけど。あ、ディズニーチャンネルあるか、ディズニーチャンネル。あ、ディズニープラス入ったわ。入ってんそういえの？ば。入ってるっちゅうか、機種変した時にさ、なんか1年タダで見れますんでって言われて。いいなあ、じゃあ、試そうかなと思って。まあ、ー。いいタじダゃん。なら、そう。マーベルとタかダ。スター・ウォーズとか見えるんでしょ？そう。あとあれだ、今だとロッキーが見れるかいいなら。感じで、普通にそのままノリで。ちゃってんだけどね。ー。なかなかよ。なかなか。なかなか面白いっすよ。俺あれ、が興味ない？あれ、興味ないですか？あれ？興味ないですか？ あれ？それは置いといて、俺ダゾーンは本当よく見てるよ。ダゾーンって知ってる？知ってるよ。ダゾーンでしょ？ダゾーン。ああ、知ってる。本当に？ああ、で、なんだっけ？知らないやんけ。名前は知ってんだよ、名前スは。ポーツが見えんだよ。J リーグを独占配信してるんだ、ゾーンが。ああ、J リーグ？ J リーグとか海外サッカー、あとプああ、ロなる野ほど球ね。とかテニスとか F1 とかボクシングとかスポーツ全般だね。ああ、をはい。やってるやつね。一時期アニメええー。も見えたんだよ。あれ、今は入れないの？アニメもタッチとかキャプテン翼とか。おう。結構いろいろあるんですね。そうなんですよ。スポーツ版のサブスクでさ。スポーツ系ってことね。そう。他にないよね、多分スポーツ系のサブスクって。あ、でも、スカパーオンデマンドあるか。ああ。スカでも、パースな。ポーツオンリーはそんなにないんじゃない？ないよね。わかんないけど。多分ないんじゃないかな。まあ、それダゾーンでいろいろなとこ見えて、月額2000円なんですよ。ええー、いいで、ね。それでも、スポーツ一家したらすごい安くて、もう1000円、2000円高くてもいいくらいだと思うんですよね、俺は。ありがたい。さことさん、聞こえない。さ、か？あ、聞こえた。どうすか？お前はなんか、さことさんの文字だけ光ってんのに、音声が聞こえてなかったからさ。もしもーし。あれ、聞こえない。もしもーし。もしもーし。聞こえてないよー。俺がおかしいのか？もしもーし。聞こえない。あれ、おかしいの？俺が。私がおかしいの？サコーター、サコーター、ミスターサコーター。聞こえない。一回抜けて。一回抜けてまた入ってきて、ちょっと。聞こえない。俺の声聞こえてんのかな？あ、抜けた。もしもし。今、トラブルが発生して、サコータさんが音信不通になりました。さこたさん、いいやつだった。いいやつってよ、さこたさん。ありがとう。もしもし。あ、聞こえない。
あれ俺がおかしいのか、一回も抜けるわ。もしもーし、もしもーし、もしもーし。ダメですね、聞こえませんね。ダメだ。ダメだ。なるほどね。あ、聞こえた。聞こえた。聞こえました？聞こえてる、聞こえてる。もしもし。こちら馬、迫田を落とせよ。こちら馬。聞こえない。聞こえた、聞こえた。聞こえた。今聞こえた。聞こえた。聞こえてる。聞こえてる？聞こえてる。聞こえてるね。オッケー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 。ああ、よかったよかった。焦ったわ。原因がわからんな。まあいいや。原因わかんないな。今大丈夫ね。今大丈夫。ありがとう。はい。で、なんだっけ？何の話だっけ？サブスクの話だよ。サブスクか。でもね、サブスクね。あ、サブスクに似てんだけどさ。メンバーシップってあるじゃん、YouTube に。あるね。それもやってみたいと思ってんだよね、いつかは。へぇ。生放送とかあんましないからな、でも。ああ、まあ。まあ、そう。生放送するのっていうか。たまーにするね、生放送。2ヶ月に1回くらい。へぇ。シグマはよく生放送してんじゃん。今はしてないけどさ。あ、まあそうね。少し前までは毎日やってたしさ。シグマに勧められて俺も一時期やってたんだけどさ。生放送。生放送はね、やっぱ、リアルでコメントで見てくださってる方と繋がれるのがいいよね。おー、まあ。確かにコメント、まあ、うん。何人くらい来てる？それは教えない。そんな多くはない。多くはない。まあ10人くらいか。多くはないけど、俺はその分来てくれた視聴者さんを大切にしたい。俺はリスナーを。いいことだ。いいことだ。リスナーは数じゃないからね。そうだな。そう。それはいいことだ。それはいいことだ。一人一人を大事にするのに。そうなんですよ。だから皆さん。スパチャ送ってください。おいおい、欲がさまみれて汚い人間め人間め。これどうしよう。この動画もプレミア公開するか。こいつほんとプレミア公開でコメントをスパチャくすぐか。見にくい、見にくいぞ。今後スパチャの話だよ。大丈夫、ちゃんとぼちぼち稼いだそことさんにも配当する、分けするから。よし、この動画のスパチャが結構いったね。おお、1割か2割かあげるよ、じゃあ。あ、マジなんか。でもさ、俺あのあれよ、はい、SP の時に使ってたロゴとかマークとかの使用料まだもらってねえから。使用料いるの、あれ。ご厚意で作ってくれたんじゃないの。え、そんなこと言ったっけ。え、むしろ有料で作ると言われてないよ、ね。いや、常識的に考えて。いや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 、お友達でしょ。メンバーなんだから。お、お、あ、あ、友達でしょ。あ、あ、ちょっと、いや、まあいいけど。いや、ダメだって、そういう。冗談。友達になっちゃダメなんだって。冗談。友達じゃなくなっちゃうよ、俺たち。そう、お金が動いちゃうと。お金に会えと動いちゃうと。いや、そこの線引きはしようぜ。いや、あれは別にただでいい。あれは別にただでいい。あれはただでいいんだけど。そこの線引きはちゃんとしようぜ。ごめんなさい。なじゃあ今度なんか依頼するときはちゃんと払うよ。ちゃんと、あの、相談のね。そうだね、相談しましょう。ね。
ちゃんとそういう細かい詰めをしましょう。大人なんでも。そこはね、ちゃんと やりましょう。やりましょう。愉快やな。愉快愉快。さことさん、時間大丈夫？もう23時だけど。あ、まあ明日休みだしな、俺。あ、じゃあ大丈夫か。まあ明日休みだから今日通話できてんだけど。俺も明日休みだから。ああ、ちょうどよかったな。うん。そう。まあ明日休みなんですけどね。はい。ちょっと出かけなきゃいけなかった。ああ、大変ですね。まあ別に1時間ちょっとで済むからいいんだけど。うん。まあ、あれか、馬さん、あまり面識ないか。同じ中学のやつでさ。ああ、はいはいはい。佐久田さんがよく言ってる友達ね。ね、名前出すのやめとこう。名前は出さないよ。名前は出さないよ、もちろん。多分神話の方が接点あるやつな。ああ、はい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 。その何人かのうちの一人ね。うん。まあ、すずめ、まあ、カード系の仕事してるんで。カードってトレーディングカードゲーム？カードゲーム。まあ、店で働いてる。で、まあ、で、俺、ほら、仕事の休みがいいかさ、今。わかんないから。うん。要は代わりに買ってもらってんのね、カードを。ああ、そうなんだ。そう。で、それを受け取って、かつお金を返さないといけない。ああ、はいはいはい。それがですね、2万くらい止まった。2万。2万。それを返さなきゃいけない。何のカードゲーム？デュエマ。デュエマか。デュエマいいな。デュエマやってんの今、そことさん。やってるね。デュエマいいな。俺、デュエマはね、唯一ハマったカードゲームなんだよ。いつじゃないか、ポケモンカード持ったか。おい、ポケカのことお前どうした？おい。ポケモンハマった。俺置いて、お前やめた、お前どうした？おい。やめてないよ、まだ。やめてやめないって言われんだよ。対戦する友達がいなかったんだよ、俺には。ディエマやろうぜ、ディエマ。ディエマやりたい。昔のカードは家にいっぱいあるよ。今なんか、やばいカードしかないよ。昔基準でやったら。おい、コッコルピアとか、ヘブンズゲートとか、なんかコッコルピア、シリウスとか。あ、ヘブンズゲートはまだいける。いけるんだ、ヘブンズゲート。ヘブンズゲートはまだいける。コッコルピアはね、最近なんか、新しいやつ。あ、リストですか、ルピアさん。そう、なんかね、強化されてるやつが出たっけ。なんだったっけな、名前忘れちゃった。あ、そう、最近公式済みデッキが出たんですけど。うん。まあ、ちょっと高めなやつね。プレミアム的なやつ。へクロニクルデッキって言うんだけど。うん。それが普通に強いんだよ。こう。まあもうそのま、その状態でだいぶ強いんだけど。うん。まあ、いかんせん、優秀なんですよ、カードは。うん。だからまあもう発売日早々に在庫がないっていう。ああ、なるほど。人気すぎて。多分何人か多分転売屋だから。でしょうね。そう。で、それを確保してもらったんだよ、俺。友達に。そう。で、その分も増えて2万円。ああ、なるほど。そう。やばいね。最近、ポケモンカードもすぐ売り切れちゃうしもんね。人気すぎて。ああ、なんか EV ヒーローズとか。そう、EV ヒーローズすぐ売り切れて。転売にも出されて。ね、ツイッターはすごかった。アビキを感じる。あ、そう、俺、最近ハマってるやつだ。あと一個あった。何？馬娘。馬娘。馬さんの話を話をするか。いや、俺さ、もともと競馬見てたんだよ。うん。テレビでさ、そう。やってる。そう。基本土日だ、土日だからさ、うん、俺、まあ、土日バイトしてたから、まあ、見に行けないわけ。うん。
バイト前にテレビで見ることくらいはできてたから、まあテレビで見た。なるほど。で、まあ、最初出始めの頃はさすがにゲテモノだと思ったから、ノータッチだった。去年2期やってた。アニメね。そう。で、まあ友達に勧められて、まあ、競馬好きだったらとりあえず見ててもいいんじゃないって言われて。見たらさ、まあ、ハマるよね。まあ、それでハマった人多いもんね、結構。うっす、いや、そうなるんだ、お前ってなって。ちょっと見てみようかな、俺あ、も。そう、いや、俺だってブルーレイディスク初めて買ったよ、アニメで。ムーディス買うくらいなんだ。はまった。ま、やばい。まあ、世代、馬、登場する馬的には、そんな世代のが、お、なんか今ノイズがすごいな。そう？なんか今ノイズがすごかったな。大丈夫か？俺は大丈夫、生きてる、元気。元気か？びっくりした。設定でなんとかなんない。なんないか？まあいいや。こっちは普通だよ、でも。大丈夫か？よかった。なんだったか？まあいいや。あ、そう。で、まあ、世代の競走馬はそんな出てないというか、出てないんだけど、まあ、多少映像だったり本だったりで見たことある馬は出てたんだよね。で、その中でツインターボっていう馬が、結構有名だね、ツインターボは。まあ、面白い走り方してんなーって思いながら、本だったり映像だったり見てたけど、2期の10話がめちゃくちゃツインターボいいんですよ。なんかすんげえノイズ走るな。大丈夫これ。タブレットだからかそんなひどい？な。いや、なんかね、ザー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 ここに言うの。俺パソコンの音かな？わかんない。お盆だからですか？大丈夫かな？霊障ですか？お盆の季節だからなんか入ってますか？怖い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 、やめて。本コアって最近あんま怖くねえよ。そうか、見ないかわかんない。本コア世にも奇妙な物語、なんか昔ほど怖くなくなってる気本コアに YouTuber が出てたのは知ってる。がする。おー。まあ、規制とかあんのかな。さすがに怖すぎるのはダメみたいな。あと、過激な表現とか、そうか。あるんじゃないかでも心霊番組とかたまにやってんじゃん、今でも。な。あれ？見怖くて見えないけどさ。あれ、もうなんか、いつ頃からか急激につまんなくなるよ。俺、ほんと怖いの苦手でさ。ホラーゲームが無理なのよ。俺、ホラーゲームなんて実況したこと数少ないよ。バイオってホラーじゃない？あれ。バイオはホラーだけど、俺はやってない、バイオは。俺にやらせようとしたのは？やらせようとしたっけ？ お前、俺に、バイオ3だったかなだったかをやらせようとしてそうだっけ？なんなら俺ちょっとやって秒でやめたよな。なんか思い出した。そうだった気がする。ごめん、マジでこれ無理っつってやめたよな、俺。そうだった気がするな、なんか。ゾンビ苦手だし、操作のフラストレーション半端なくて。そうだった気がすやめたよな、あれ。俺、あれはもう二度とやりたくないよ。る。じゃあ今度なんか、今後考えとくわ、なんかサクサさんに合いそうなゲーム。もしもし。また聞こえない また聞こえないよ。
迫田さん、聞こえてない。もしもし。聞こえてない。ダメだ、聞こえてないよ、迫田さん。ダメですね。ちょっとまた迫田さんが音信不通になってしまいました。迫田さんよ、永遠に聞こえないっす。迫田さんが入力中。今迫田さんがディスコードのテキスト機能でなんか入力します。あ、一旦抜けました。大丈夫でした。はいはい、入ります。はい、入りました。もしもし、聞こえてない。聞こえてないな、迫田さんの声が。トラブルが起きています。トラブルが起きています。聞こえないな、聞こえないな。なんか喋ってんの分かんだよ。ディスコードの名前のとこが違うかな。ダメそうですねとコメント来ました。じゃあちょっと、まあ、迫田さんと話したいことは山ほどあるんで、動画は一回終わるか。54分だし、動画は一回終わりますが、ちょっと迫田さんと話したいことがあるので、もうちょっと粘りたいと思います。すいません、こんな形になりましたが、迫田さんありがとうございました。ちょっとこの後どうにかして通話できるようにしたいと思います。あ、ういりょあざすとコメント来てます、迫田さんから。ありがとう、迫田さん。ではまたいつかお会いしましょう。コナン実況もよろしくお願いします。ではありがとうございました。お疲れ様でした。